おう、カカシではないか。こっちで一緒に団子を食わんか。俺が下人の担当上人。湊先生。あんなのはチームワークなんかじゃない。あの時湊先生が俺にチームワークの素養が欠けていると判断してくれていれば。そうじゃない、あれは湊先生のせいなんかじゃない。俺は責任を転嫁して現実から逃げようとしているだけだ。だからこそチームワークを見極めねばならん。名門の名がスタルゼ。はあ、そりゃお前のことだろ。お茶がへそで沸くってなもんだぜ。なあ、俺いいこと思いついちゃったぜ。へえ、俺もだ。先生に手間かけさせるのも悪いからな。だな、脱落者は。おお。決めてやるよ。お前ら全員落第だ。アカデミーからやり直してこい。あの凍りついた視線。兄ちゃん、本当にいいのかい？俺たちだけで弁当を食うなんて。でも、カカシ先生はいないよ。確かに、忍びの世界でルールや掟を破る奴はクズ呼ばわりされる。俺は落第かもしれないけど、弟たちはルールを守ったんだ。お前たちは俺の命令を守った、ルールを守った。だが忍びにとって最も大切なものを守れなかった。お前らもアカデミーで学び直してこい。湊先生、俺のやり方は間違っているんでしょうか？カカシ先生！はい？チームカカシ先生、俺たち今、アカデミーのしつけ担当をしてるんす。はーい！それじゃあ失礼します。失礼します。失礼します。あいつらがね。カカシ先生じゃないですか。ん？お前たちは。ありがとうございました。え？俺たち、あの演習でカカシ先生に落第食らって、今までずっと兄ちゃんに頼りっぱなしで自分の意見なんて言ったことなくって。だからあの演習の後、俺たちも自分の意見をちゃんと言わなきゃってね。うん。だからカカシ先生には感謝しています。